はい、テイルズ・オブ・ジアベス実況プレイのパート102でございます。さあ、エルドラントがついに姿を現しましたが、今度はそこに向かうことになるのかな？いや、まあ、違うと思うけど。空に浮かび上がった島がほどなのか確認するためアルビオールで突撃することにしたって一つも死んだな。でどこだって？どこ？どこ？これ以上は近づけません。プラネットストームの防御壁を突破するのは不可能です。ってことはプラネットストームがある限り近づけないってことかよ。仕方ありません。グランコクマへ行きましょう。軍本部にホドの情報が保管されています。わかった。だけど本当にレプリカ大事だとしたらどうしたらいいんだろう。うん。あの空に浮かぶでかいやつがほど。ありえない。レプリカだとしても周囲の爪のような対空装置を考えると製造されたのはかなり前なのではありませんか。ええ、おそらく海中で島に防御装置を施していたのでしょう。そしてセフィロトを利用して上空に押し上げた。セフィロトは外角を押し上げる力を失ってたんだ。セフィロトすらレプリカなんです。わかりますか。ホドが消滅する前の状態に戻っているんですよ。待ってください。他の場所もセフィロトごとレプリカを作るのだとしたら。ええ、ティア、あなたの予測通りになります。何が起きるんだ。説明が難しい。現実になるまでは保留としましょう。どちらにしても手の打ちようがありませんから。じゃあ、グランコクマですね。あー、なんかサブイベント発生しちゃった？
このサブイベント忘れてたっけか。うん。うん。殴れい。うん。照れてら。座って座って。一応ね、キャパシティコアが多分8種類くらいだと思うんですけど、何個かは多分この周回だと取れない気がする。普通に宝箱とかでね、取れるものしかちょっと取れてないんで。丸くとここじゃね、ダメだっけか。カーティス大佐、私は中央大海上空に浮かんだ島について皇帝陛下にご報告に向かうところだ。何か分かりましたか？ゼーゼマン参謀総長が奥の会議室で情報をまとめておられる。貴公の知恵を貸して差し上げろ。奥だったな。急ごうぜ。ジェイドか、大変なことになったの。はい、中央大海の空に浮かんだ島はほど島ではないかと言われていますが。ほう、やはりそうか。じゃあやっぱりほどなんですか？いや、あの島はプラネットストームを利用した防御壁に包まれていての。観測が不能なんじゃ。ではなぜほどではないかと推察を。あの島が浮かんでいる場所は外郭第一時代にほど島があった場所だからの。ほどだとすればフォミクリーによって作られたレプリカということになりますね。間違いなかろうな。超振動によるほど島消滅作戦の直前実験と称してほどのレプリカ情報を抜いたはずじゃ。だから神聖ほどか。うん、そういやあの辺りでも大量のセブンスフォニムが使われてるって話だったな。ええ、そうなるとこれはやはりバンの仕業なのでしょうか。でもレプリカたちはモースがどうとか言ってたぜ。
報告します。ホド諸島の一部が消滅した模様です。原因は不明。おや、どう考える、ゲイド。大地のフォニムが干渉し合って超振動が起きたのでは。うん、そうじゃろうな。わしは陛下のところへ行くぞ。何が起きちゃってるんですか、大佐。陛下のところへ行きましょう。そこでお話しします。はいはい、なんだ、どこから聞こえるんだ。わかりません。空のようですが、まさか。わかった、神聖オーラリ教団の同志モロスや。聞き取りづれえな。何言ってんだこいつ。陛下、これは、うん、もうすめ、何を考えているのだ。市民たちが不安から暴動を起こすやもしれません。おかしくなってきたぞ。
精神汚染は始まっているようですね。こんな化け物じみたものの言葉聞いて動こうって思う方もすごいけどな。精神汚染、モースはセブンスフォニムの素養がないのに体内にそれを取り込んでしまった。今モースの意識は素養のないセブンスフォニムのために拒絶反応を起こしている。簡単に言うと理性が失われつつあるんですよ。それが精神汚染か。でもあの男が神聖ローレライ教団などという馬鹿げたものを作ったのはあの男自身の意思ですわ。スコアへの猛襲も度が過ぎています。イオン様が再生しようとしていたローレライ教団があんな奴に潰されるなんて許せない。陛下に謁見しよう。ピオニー陛下もインゴベルト陛下もモースに下るような人じゃないはずだ。うん、ええ、そうです。前後策を詰めましょう。そうね。セブンスフォニムの注入からそれほど持ちませんでしたね。少量のセブンスフォニムでこれか。では閣下もローレライを制御できなければ。バンはセブンスフォニマーだ。ここまでのことにはならないよ。なら何を言って。しかし哀れだな、この姿になってまでスコアに固執すると。そろそろ時間だ。行くぞ。はい。さっきのあれ何なの？こんなことイオン様だってやったことないのに。あの技術、2000年前の文明の一部を掘り返したとでも言うの？信じられないわ。でも困りましたわ。これで世界中の人間が神聖ローレライ教団の存在を認知してしまいました。これから世界中が混乱に陥りますわ。イオン様が改革して守ろうとしてきたローレライ教団をあんな偽物に潰されてたまるか。アニス、ナタリア、ディア、力を貸して。もちろんですわ。いや、多分ロケでもないこと言い出すぞ。あのような輩に私の愛する国を好きにはさせません。アニス、頑張りましょう。うん、見ててくださいね。あ、言わなかった、ごめん。イオン様。さすがにね、イオン絡んだらね、アニスもふざけないよね。話は聞いたぞ。オド諸島の一部が消滅したとか。はい、レプリカ大地と本来の大地との間に疑似超振動が発生したのではないかと考えています。疑似超振動だと。今エルドラントを中心に広がっているレプリカ大地は地表のレプリカ情報を抜き取りながら作られているものと推察します。そうするとレプリカ誕生時にオリジナルとレプリカが一瞬セブンスフォニムを共有する。この時超振動によく似た干渉現象が起きます。難しくて話についていけねえ。つまりレプリカ大地が誕生すると同時にオリジナルの大地が消滅してしまうのよ。じゃあ止めないと大変なことになるじゃないか。レプリカ大地を作っているホミクリー装置はどこにあると思う？エルドラントでしょうね。うん、大地の情報を抜き取るには相当の時間がかかります。今ならまだ食い止められる。キコーラに任せてもいいか。我々には空を飛ぶ術がない。
もちろんやれるだけのことをいたしますわ。地上の警戒は我がマルクト軍で行いましょうぞ。我がキムラスカも協力いたします。ねえナタリア、それならスコア会議について今提案してみたらどうかしら。そうか、そこでキムラスカとマルクト、それにローレライ教団が足並みを揃えられれば神聖ローレライ教団に対抗できるよな。そうですわね、今こそその時かもしれませんわ。陛下たちが話し合いの席を持ってくれればエルドラント攻略のための話もできますね。どういうことだ。ガイ、説明を。またガイだ。それはナタリアの仕事だろうが、まあいいか。よし、承知した。いつでも日程を開けよう。場所はダートで構わないのか。はい、それがいいと思います。インゴベルト陛下は事情をご存知だから、次はテオドーロさんに確認だな。ええ、ユリアシティに行きましょう。よし。議事長振動、ティアと俺が吹き飛ばされた。議事とはいえ超振動であることは違いない。威力は6割減と言われています。それでも物質は崩壊する。俺の超振動と変わらないのか。あなたの超振動が本気で発動したら塵一つ残らず分解されます。アクゼリスが一部でも残った状態で崩落したのはあなたの力が劣化していて不安定だからです。そうなのか。アッシュが戦いに超振動を利用しないのもその威力の大きさゆえです。超振動は大気すら消滅させる。疑似超振動でよかったと思うべきなのでしょうね。とはいえレプリカの大地が出現するたびにオリジナルが消滅してみろ、とても良かったなんて言ってられないぜ。くそ、エルドラントを何とかしないと。そのためにはプラネットストームだろう、神聖ローレライ教団だろう、問題が山積みだがな。うん、もしかしたら初めてマルクトとキムラスカが正面切って協力し合うことになるのかな。ええ、そうね。エルドラント攻略はマルクトとキムラスカ、それにダートが手を取り合わなければできないんだもの。敵の敵は味方です。大佐の言い方には納得できませんが、確かにこのようなことでもなければ平和条約を結んだとはいえ協力し合おうとはならなかったかもしれませんわね。きっかけなんか何でもいいよ、これで少しでも関係が変わるなら。全てが終わった後も永遠とはいかなくても、なるべく長い間平和的な関係であるように努力していけばいいことだからな。ま、遠い未来のことはさておき、今はエルドラント攻略に集中しましょう。え、いやまあエルドラントが出てくるとね、ほんといよいよ終盤だなって感じがしてくるね。ラストダンジョンですから言ってしまえば。ここにいたのか。お、ラルゴ、ようやくのご登場ですのね。会いたくはありませんでしたけれど。そう嫌なことを言うな。アリエッタはシーグルの森でお前たちを待つそうだ。アリエッタ、本気で決闘する気なんだね。僕たちの森で戦おうですの。どうしてそんなとこで。いやまあそりゃ決まってるでしょう。あの森はアリエッタの母親が亡くなった場所だからな。立ち会い人はあんただったよね。アリエッタが負けたら次はあなたが相手というわけですか。俺は立ち会い人としての仕事しかせんよ。それにアリエッタが負けるとは思っていないのでな。なるほどね。よーし、じゃあアリエッタのやつに引導を渡すか。アニス、大丈夫か。無理してるように見えるぜ。ん、私に気を使うならルークは別の人に気を使った方がいいんじゃないの。誰に。ナタリアか。この間からすっごい傷つけてるの気づいてないんだ。うん、そういうとこは成長してないからな。なんだよ、はっきり言えよ。そのうちにな。
アッシュのことじゃないのか。どうしても決闘という儀式が必要なのでしょうか。少なくともアリエッタにとっては必要なんだろうな。決闘を受けずに恨みを買ってあげることでアリエッタに生きる希望を与えるという選択肢もあるわね。まあそんな。それではアニスが辛すぎますわ。本当はね、それも考えた。アニス、あなたという人は。だけどあいつは生まれてからずっと伴総長の手のひらで踊らされてきたんだもん。だけど今回のことは伴総長とは関係なくあいつ自身が決めたことだと思うから受けてやる。わかった、俺はもう止めない。だけど悲しいですわ。避けられるなら避けたいと私は思います。ありがとう、ナタリア。うん。いやーにしてもアリエッタと決着か。なんか盗むのあったかな。受けれねえや。とりあえず今回はここまでですね。はい。じゃあまあ次回は、テオドーロのところに向かう前に、チーグルの森によって、アニスとアリエッタの決闘を見届けるという感じですかね。ちょっとアリエッタからできれば盗みたいアイテムがあったりするから、ちょっとそのあたりをね、調整しなきゃいけないかなと思います。はい。まあそんな感じですかね。では、Tales of Jiabis 実況プレイのパート102、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。